はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル太平楽サクチャレプラス、野手でやっていきたいと思います。で、デッキの方は、ヤギュちゃんがね特攻2に追加されておりますので、まあ、ヤギュちゃんの SR プラゴをお借りしてます。であとね、カカミクーヤもねデビューして特攻2に入っているんですけども、まあ、ちょっとガチャとかは引いてないので、鏡くんは入れてませんと。で、そうするとね、野手はね、どうしてもね、プラ1、プラ1、プラ1、で、プラ3、プラ1なんで、で、全部 SR でしょ？どうしてもね、特攻のね、イベキャラボーナスがめっちゃ低いんですよね。これでね、確か 124% だったと思います。で、経験点はね、確かにね、8000とか割と超えるんですけど、どうしてもねイベキャラパーセンテージが低いんで、もうちょっとね頭打ち感が出てるんですよね。やっぱりイベキャラ特攻ボーナス、本当に多分上位にいる人はもう 200% は余裕で超えてると思うんですけど、まあさすがにそこまでとはねいかなくてもね、100、180とかはねなんか欲しいっすよね。今確かね2000何位とかまでもうだいぶ押し出されてるんで、ちょっともう太平楽のサクチャレプラス経験点更新はもう上限解放しないと無理なんで、ちょっと諦めて、もう選手のね、まあメンバーの更新をしていきたいと思います。まあ普通に、サクセスをやっていくという感じですね。まあ例によってね、俺は投手のね、中継ぎ陣がね、ちょっと弱いままなんで、まあただね、投手を作る際も、なんていうの、天城くんだけじゃないですか、こう無双してくれるのが。だからね野手の方がねいいとは思うんですけれども、まあそれでもそれなりの選手が作れるんで、まあ投手は中継ぎ陣抑えをちょっと強化していきたいと思います。これね、俊英強化の時にねやっておけばよかったなってちょっと思ったんですよね。投手だったら多分俊英の方が強化期間強いの作れると思うんで、そこをねサクチャレにね固執しすぎたんで、ここはもう寝るしかないな。もったいなかったなってちょっと思ってますね。まあ、あとね鏡くんを入れれば、まあ、鏡くんって練習2種類持ってるじゃないですか。だからねミサちゃん外して打撃をねもう一人トシくんとかを入れられるようになれば、まあ、3タックとかがね来るかもしんないんで、ここはどうしようかな。まあ、監督強化上げつつ、みやびちゃんの強化上げつつ、体力を減らさない方向でいくか。で、ミサちゃんをね、もし外すことができれば、お守りがね、必要なくなるんで、さらに体力、回復系のアイテムを持ち込めばね、また点数もちょっと変わってくるんだろうとは思うんですけど、そこら辺の行動がね、自分のデッキだと取れないんで。初級、まあ、回復イベントがね多いのはいいですね、このデッキは。あと江戸川くんを入れてるんで、パワーをね早々に C に持っていかないといけないんで、まずはパワー優先なので、アピールポイントもまあパワーですね。あと諸井くんがねどれだけ無双してくれるかによるんですけど、まあ、割とね脆い無双が始まったとしても9000はねもう絶対無理ですね。うまくいって8500とか、まあ、8500いかないくらいなんですけど、だからミサちゃんとかもねプラゴになると、まあ、経験点の底上げにはなるんですけど、またプラ1だからねもう全然ですよ。これは普段だったら選球眼取りに行くんですけど、諸井くんの凛々しい顔とか、体力回復をしつつ、江戸川くんパワーヒッターとかはねもうさすがに取れないからね。でパワーヒはねミサちゃんコツ2で掴めれば早々に取っていきたいんですけど、これどうしよっか。回復かちょっと悩むけど、いいや回復しておこう。常に練習する。
あ、モテモテになった、やったモテモテになったんだったらさ、この時期にあれいらなかったね。江戸川くんのコツ、昨夜ヤギウちゃんの評価を上げるか、ラブパを狙うか、結構悩ましいね。ここだーっていうのがなくて、初級を取って、うわちょっと待って、逆境があれだな、初級は後で掴もう。でここにしよう、ラブパを狙おう。10かなり上がるね。モテモテプラスお守りはめちゃ楽だな。ここでパワーヒーが取れればめちゃでかい。パワーヒー2、耐えろよ。どうだ、耐えきった。ここね、耐えるのでもね、かなり経験点が違いますからね。よし、パワーヒーは取れる。99取れなそう。99は無理だよ。あ、94取れたギリギリ取れたか。常に練習をねできる状況にしておこう。まあ、評価はね勝手に上がっていくからね。でミサちゃんとのデートはもうあの青骨がなくなってから集中してやっても全然いいですね。まあヤギウちゃんの評価上げつつ回復するか。ヤギウちゃんもね、何気に最後ちょびっとエピローグポイントくれるんで、やっぱりね PSR をね自前で1枚欲しいですよね。まあ、PSR を借りてさらに PSR を1枚自前で持ってると、特攻にね、特攻に結構ボーナスは増えると思うんですけど、だから投手の方は上高の解放してないけど PSR 持ってるじゃないですか。だから100、150は超えてるはずなんですよね。ただ上高くんとかもね限定キャラなんで、ポン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 上限解放できるキャラじゃないんで。で上高くんは今普通のさ SR を2枚持ってるんですよ。それを PSR につぎ込むかっていう。あ、しまった、初級潰すの忘れた。話しながらやるとねよく忘れるんですよね。やっぱね、解放率 30% っていうのがね、だって最悪さ上高の SR2 枚が無駄になるんでしょ。それはね俺も超チキンなんでできないっすね。まあ初級は取っとくか。取る意味もあんまりないんだけど。でここはメンタルで回復しつつ50ポイントください。気分屋とかマジいらんわ。気分屋になる可能性もあるからね、そもそも。これさコツだけじゃなくてちょっとでもさ経験点くれればね、コツだけっていうのがマジいらないからな。まあ普通にサクセスやってる時はさ、なんかレアな骸骨くれたりしてさ、おおラッキーみたいな感じはあるけど、これ全然全然練習のあれがないな。ここはデートするか。マジでやることない。青骨が誰も発動しないっていうのがね悲しいよね。まあ、もちろんね青骨を追い求めていけば7回目でね経験点にもなるし体力も回復するんで。まあ、女子生徒がね野球部にいると別の物質とかにはならないんだろうね。これはこれにしよう。あれ走塁だなんか間違えた。まあ、いっか。まあ、体力回復する必要はないんで草野球にしましょう。一番上だとね体力回復できるんですけど、まあ、今はさすがにね。で青骨、どうしようかな。人を追っていくかキャラを。
野球ちゃん。アベレージヒッター。まだ江戸川くんのイベントが進んでないからいいんですけど、筋力ポイントをね、取っておかないといけないんで、フルヒッターとかを直撮りすると、筋力ポイントが多分足んなくなるんで、これは江戸川くんを吸収していこう。よし、筋力124ポイント。で、ここら辺もどん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 筋力をもらっていこう。これ筋力だったよね。違ったっけ？おーし、筋力。まあ、筋力関係はね、どんどん進めていきましょう。特にイベントがね、詰まる編成ではないんで、これは。よろしくお願いします。普通のコツか。17%かよ。諸井くんがここら辺でね、無双してくれないと。ここは反監督派が2人いるんで、体力を回復しつつ、こう経験点を狙っていきましょう。で、打撃だね。打撃がダブルタックの可能性があるんで。周辺視野もね、2回目で体力回復するっていうのがでかいっすよね。で、青骨優先でいいかね。2人で40、80くらいが入るけど、青骨で吸収していこう。コツはいらない、さすがに。よしよしよし。で、次が12月の3週か。練習したいんだけどな。反監督派に来た。あんまり反監督派に来てほしくないんだけど。青骨がなくなっちゃうからね。15%。3人。25% とか。これやりたいね。やってみる？一応パワーをちょっと C まで上げられるか。上げられた。よし、OK。ちょっとやろう。うん、まあそうなるよね。これでメリークリスマスと。ミサちゃんをね、自分的にはどんどん解放していきたいんだけど、反監督家が3人、筋力にしておくか。青骨が全然来ないんだけど、てか諸井くんが全然来ないんだけど。で、まあ餅つきバトルもね、体力を回復してくれるんで、まあ勝てればもちろん経験点が変わってくるんで勝ってほしいけど。おお、勝ったー、いいねー。さらにここで大吉が出てくれれば、さっきの怪我分をね、取り戻さないと。大凶大吉どころか大凶かよ。あとはね、ちょっと反監督派が何人いるかで、まあこれはここでいいか。諸井がこれでね、青骨ついてくれればすげえよかったんだけど、今回諸井くんが働いてくんないね。割とね、この編成は諸井くんにかかってるんで、監督派か。全然来ないね、コツが。うわー、ここ、1、2、3、4人。4人だったらこっちでいいでしょう。今何回やったっけ ?4 回目とか、これで。よし、ラブパワー発動。ラブパワーがね、発動すれば。練習回数も増えるんで。で、青骨踏んでいきましょう。昨夜か。昨夜は何があったっけ。窮地と内野安打。窮地と内野安打直撮りできるかな。窮地と内野安打。あれ、窮地って下の方だったっけ。
まあいいや、ナイアンだから先に掴もう。特急地。急地、急地。あ、あったあったあった。よし、OK。これで、サクヤくんはコインゲットですと。ハン監督か。くんじゃねえよ、まったく。ま、いきなりにはね、もうこのまま進めていきましょう。ねじ伏せる。お、最後に。ここか。どうする ?3 人、タック。60ポイントプラスでしょ ?40、50、ここにしよう。ラブパ中だし。スカウトさん。来い。スカウトよ、来い。来た。10ポイントプラス。こういうのをかき集めていこう。お、割と人いるね。15ポイントもらえるってことは。どうするこれ。俺的にはさ、反監督派にいてさ、反監督派練習をやっていきつつ、諸井くんからポイントをもらうっていうのもあれだと思うんだけどな。いいや、監督派に行こう。特大号。で、ここ。ここは?まあ、次でね、どうせ回復できるんで、ここにしておきましょう。ああいうところにね、監督がいるとね、めっちゃ下がるからね。早急回はもう、ちょっと今回、あれだな、練習がうまくいかないね。喧嘩に寄せる場合はもう、やんなくていいんで、どうしよっか。ミサちゃんを注意してみる。ミサちゃんの評価とかもあんま関係ないからね。対エースをつかめるのか。まあ、評価がね、乗ってないときはミサちゃんの評価を上げていくし。よしよしよし。バレンタインでね、経験点くれるっていうのもでかいっすよね。みんな反監督派だから、ここは監督練習にする。50、60。あ、結構もらえるね。監督練習もね、積み重ねておけば、いざっていう時にね、回復ができるんで、それがでかいんだけど、それがでかいんだけど、20。いや、監督練習ちょっとやっておこう。あ、そうか。ちょうどこれももらえるのか。で、そろそろさすがにラブパワー切れるよね、次あたり。あと、ヤギユちゃんってね、そんな頻繁には使ってないんですけど、金徳の成功率ってどれくらいなの?メンタルに人がいる。ここは?みんな反監督派だな。神楽坂くんとかってもうほぼ確定じゃないですか。てか俺未だに1回も失敗してないんですけど、あの2回目すらね、行ってないですね。神楽坂くんってその2回目で失敗すると3回目に行くじゃないですか。その2回目でね、失敗したことないっすね、まだ。神楽坂くんはもう頻繁に使ってるんですけど、ちょっと待ってね、ここはみやびちゃんのコツを押さえていきましょう。みやびちゃんなんだっけ、意外性とか持ってたっけ。なんか意外性とさよならと逆境だった気がする。取るほどのちょっと自信はない。さよなら逆境意外性だね。さよなら逆境意外性、そうだね。意外性とさよならと逆境は取ってあると。これでサクヤが来てもみやびちゃんが来てもどっちでも OK ですと。サクヤか。お、これは回復していきましょう。もうセンス丸とかはねいらないからね。お、これも回復していこう。気晴らしって、あ、でも休憩でもやる気上がるのか。やる気上げていこうかなとちょっと思ったけど、ここはもう打撃ですね。
待って、意外に敏捷ポイントが溢れてんな。あれ、アベレージヒッター飛んだ、忘れた。で、試合と。このね、試合もね、レギュラーに選ばれなかった時にコンピューター任せにすると出番が回ってこないことがあるっていうのがね、悲しいよね。ちょっとコツを整理して、あ、阿部飛取ったか。阿部飛は取ってありますね。タイエースって別に持ってる人いないんだよね。守備職になんとなく取っとこう。で、気分屋は置いとく。打球伸びはもういいでしょう。掴んじゃってアイコンタクト取ろう、なんとなく。で、走力をちょっと C まで上げて、ちょっと待って、ミートが低すぎる。これじゃあさすがに打てん、俺の腕前だと。ミート、あー、ちょっと技術ポイントは残しておこう。さすがにコツを潰したい時にね、うわ、ポイントが足りねえってなるから。江戸川君はね、あとプルヒッター持ちなんでね、プルヒッターも直取りしていこう。ポイントがたまったら割と際どいところを攻めてくるな。これは言ったでしょ、球場が狭いからね。まあ何はともあれ監督評価とスカウト評価よ。ここはこれの成功率もどれくらいなの。あ、これは失敗したね。まあしょうがない。一般人を引き入れていくか。体力が厳しいね。こういう時にね、カロリーバーとかね持ってればね、カロリーバーはねかなり便利ですよね。2回回復できるっていうのがいいんだけど、そうするとね、やっぱり恋愛成就のお守りを置いてこざるを得ないんで。っていうかね、招き猫が必須っていうところがねちょっとあれですよね。かといってさ、招き猫置いてきてさ、金徳完走できないっていうのもね、ちょうど精神に人がいた。おい、やる気がめっちゃ下げられた。まあ、28とかもう無理だからね。ここは監督も、監督指示なしかよ。寝るっていう指示があれば。おい不眠症になりやがったさっきので不眠症にならなかったのにどういうことですかいっていう。あ、これ監督がここにいるから怒られるんだよね、やると。バントとかなんか今回こう恵まれないね、イベント的に。寝ようとして不眠症になるって超悲しいよね。まあ、あとはね、その彼女キャラを連れてきてないとラブパで直せないっていうところが若干辛いんですよね。最悪ラブパ狙いでこう直しに行けるんですけど、これどうしようかな。ここか、ヤギュウちゃん。てかダブルタックになってんじゃねえかよ。え、ヤギュウちゃんって何持ってんの。あと不眠症モテモテとか。阿部ひとったパワー比、粘り意外性、打球伸びってことは、あと粘りか。粘り打ちを取っていきましょう。粘り打ち OK で、ダブルタック。てかさ、あ、そうか、モロイ無双はこっちはないんだ。引き抜きができる。あ、みやびちゃん引き抜いてこう。経験点になるからね。で、4月の4週、これ 23% 監督がいるけどもろい 13%
監督とね練習すれば絶対怪我をしないんですけど、次死ぬからね、寝る羽目になるからな。どうせ寝るんだったらでも、まあ、こっちにしよう怪我しない方向で。もう今からなんかこう経験点をね狙っていけるかって言われたら無理なんで、かといってねもう途中でやめるわけにはいかないからね。うん、これ寝ておこう。不眠症治った、やった。あ、この回復がちょっと無駄になってしまったけどしょうがない。まあ、引き抜けるだけ引き抜いていきますか。脆いだな。あ、脆い走塁持ってんだっけ。ってことは走塁コツを取ってよかったといえばよかったかな。流し打ち内野安打、チャンスメーカー逆境意外性、走塁流し打ちチャンスメーカーか。流し打ちは結構使うからね。オッケー、走塁も結構使うし、流し打ちチャンスメーカーと、あとこっからでも諸井くんが無双してくれれば、毎回諸井が出るみたいな感じだったら経験点ちょっといくかもしんないけど、まあここはやっぱり可愛い子だね。まあ、天城くんはね確かにあんまり外見とか気にしなさそうだからね。よし、みやびちゃんがいる、タックも組めてる。でそろそろ精神あたりに誰か青骨が来てくれるといいんだけどね。13% の咲夜か。厳しいね、厳しいけどやっとく。あれ敏捷ポイント大丈夫。まあこの粋な夢はパワー C あるんで大丈夫ですね。これ結構ねポイントもらえるんですよね。40-40-40だから120か。まあパワーヒッターがあるから弾道上げなくてもいいと言えばいいんだけど、一応ちょっと EE くらいにはしておく。なんかサードのミスで試合に負けたみたいになったら嫌だからね。で精神いるね。おお、諸井くんこういう感じがいいんだよね。よろしく。でまた精神にいてくれると、まあ、一般人だけど助かるといいね。いいね、打撃を上げていこう。食は天下の回り物、これなんだっけ、なんか回復とかあったっけ。一番下選んじゃったけどさ、なんか普通だったな。これは OK か。悪球種とかもうコツマジいらないんだけど、なんなの。あ、ありがとう鴨川さん。しぐれちゃんもねそういえば SR 手に入れたんで、あの骨ミキサーで、で PR を突っ込んだらなぜか一気にプラ4までいったからね。 PR がプラ5 2つ持ってて、で2つとも突っ込んだら両方ね2位上がってくれたんですよね。あ、これってさ、もしかしたらさ、ハン監督がいっぱいいるけど、諸井くん金徳取れるんじゃない。これ7回目だよね多分。どう、ほら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 、超ラッキーボーイ。最後ちょっと盛り返したね最後。あとはねどうかな、ミサちゃんをね完走させる必要はないんですけど、まあデートでそれなりに経験点はくれるんですよね。かといって2回目はね技術40なんで、江戸川くんからパワーヒッター、プルヒッター、逆境だから満塁男とプルヒッターか、まあ、プルヒッターは絶対いけるね。で満塁もてか全然いけるわ。これで寝つつ体力回復して、こっちの方がいいよね経験点的に。あれ、しまった、ムード忘れてた。江戸川さっきしぐれちゃんの謎イベントで
ムード丸取ったんだったら潰しとけばよかった。これは本当に致命的だったね。いや完全にミスったわ。ムードね5とかコツ5やん。まあ、更新はね多分できないと思うんで、今の流れ的にサクスペの方はねアプリと違って途中でこう経験点がわからないんで、アプリの場合はセクションごとに一応経験点が表示されるんで、まあ指標にはなるじゃないですか。ただサクスペはねそれがないから、もう本当に手応え的なものしかないんですよね。まあ、あとねやっぱり野手はね試合がやりやすいっていうのがいいですよね。もうちょっとパワーとミートを上げておきますか。おお、ここできたか二股じゃなくてよかった。ミートはじゃあ C まで上げて、パワーは B まで上げましょう。で、これ練習がしょぼすぎるんで、ここはさすがにねミサちゃんのデートの方がいいんで、で今アプリの方がバンプ別ルートみたいなのが来てるんですよ。で俺アプリの方でもねミサちゃん持ってるんですけど、やっぱりねバンプでミサちゃん使うと強いっすね。本当に超使いやすい。毎回毎回回復できるし、コツはくれるし、でさらになんかエピローグ経験点もね上がってるんで、でここら辺を見ると50ポイントくれつつ、ただ甲子園行った時もねなるべく練習したいっちゃ練習したいんだよね。ミサちゃんで経験点をもらっておきますか。体力がまあ減らないっていうのがねまたミソですからね。体力減らして結局一回寝なきゃいけないっていう感じになると、トータル的な経験点が下がっちゃうんで、でここは特に選択肢はないんで、そのまま60か、そうそうそう。でなんだっけ、アプリの方は銭形とかが強化されるんだっけ。また何人か強化される人たちが来たんですよね。お待たせ、共に太平楽先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で小竹、さあ次の投球、おお、これはああボールか、抜けました、わずかながら外れています。カウントはツーボール、ちょっとボールが先行してるけど、第4球を投げた、きたー、いったヒット1本で3点ってさどういうことを、まあ、フォアボールとか出したんだろうと思うけど、第2球投げた、打ちました、これはいい当たり。太平楽リードで迎える6回です。ツーアウトランナーなしという場面で、さすがにもう俊英の投手は強いね。145キロ444って投げました、カーブはボール、コントロールとスタミナがその代わり悪いけど、2ボールノーストライク、投げました、打ちました1、2塁間のゴロ、もう一回待ってきてほしい、待ってこなかったか。まあまあ OKOK、で7月の4週、ここはコツが44でしょ、もう絶対ポイントもらえるよね。さすがにもう変なの持ってないよね。44プラス10足す4、どっちもどっちだな。ミサちゃんいくつくれたっけ、ミサちゃんいくつくれたか忘れちゃったけど、60くらいくれたっけな。ちょっとミサちゃんとデートしよう。でここは要チェック割に一応しておくか。回復するから経験点はちょっと下がるかな。40はね絶対もらえるんですよね。
あ、60くれるわ。オッケーオッケー。で、ワンタック、コツ。で、スカウトさんもいるんだったら、こっちで行こう。まあ、やっぱりね、ドラフト1位にはなっておきたいんで、ある程度スカウトさんを追わないとね、ドラ1は取れないんで、これはまたミートがいけますねと。パワーもいけんな、これ。上げとこう。あと、マチェットはね、基本的に野手であれば全然大丈夫なんで、投手になるとね、もうマチェット、赤壁からね、打たれるからね、本当に。あ、もう変わってやがる、ふざけんなよ。鉄砲塚くんの方が全然いいのに。このやっぱりね、変化球中心になるとね、打ちづらいんですよね。早くないか。でももう変わってるし、こっちも露木くんとか。なんでだ。リードで迎える6回です。今日2本のホームランを放っている小竹、打ちました。初球打ち、掴んで、カーブは打ちづらいな、やっぱり。59。もう1本ヒットが欲しかったね。そうすると、まあ、タックは来てますのでやりましょう。で、最後この体力だったらいけるでしょう。練習一回回復して、あとなんかある？高速ベースラン取っとこう、なんとなく。超ラッキーボーイとか取れんのかな。あ、タイエース取っとこう。で、ローボールヒットも取っとこう。超ラッキーボーイは無理だ。まあ、強化太平楽もね、金徳2つ取れれば査定の面から考えるとかなり強いと思うんですけど、おいおい、太平楽大展開で迎える2回です。どういうことよこれ。危ない球、掛けの森、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました。待て待て、うお、タイミング合いません。まあ、アウトになるよりは良かったな、カスッとなって。これはいい当たりだ、いったー。どこまで返せるこれ。何気に太平楽、ここはなんとか追いつきたい。手になってるし。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で小竹、第2球投げた、ツーシームは際どいね。カウンターツーボール。第3球、これはおお、やばい、これは敬遠される可能性があると。投げた、そんなことはなかった、そんなことはなかったけど、持ってけなかったよ。うわー、振っとけばよかった。フォアボール、1点も入らない。葵ちゃんだよ、もう葵ちゃん、やだ。マリンボールとカーブでしょ。本当に打ちづらい球種だよね、この2つは。ほら、高速ベースラン、いいね。負けた、これは負けた、もう絶対負けたわ。赤尾くん負け運持ってるけどね、大丈夫だよ、君は安心して、負けないよ。ああ、同点にできる。赤尾くん、かわいそうだが君には犠牲になってもらおう。負け運という名の犠牲に。第2球投げた、もう1球外します。第3球外れた。いや、これは勝負を外してくるか。いや、待って、これは無理。そうだね、なんとか意地見せたいね。今のストレートとか狙えなかったのが、ほら。とりあえず繋いだ。なんでまた点取られてんだよ。赤尾くん、あの後降板したのかな。やっぱりあいつはダメだみたいな。なんて言った、葵ちゃん、掛けの森の実力だよって。いや、まあ、これはね、もう経験って伸びないですね、どう考えても。もう甲子園決勝までいけないっていう段階でね、だいぶ点数落ちるんで。あれ、ヤギュちゃん乾燥してなくね、今思うと。乾燥した乾燥したけど取れなかったの。乾燥してないよね、なんか最後の目みたいな
ベント見た気がしないもん。まあ7200だよね。そりゃそんなもんよ。なんかあんまりいいところがなかったもん今回。なんとなく3つ A にしておこう。いいや。はい、というところでね、なんかちょっと今回の太平楽野手はダメダメでしたけれども、まあ、割とね8000は超えたりします。割と8000はね超えたりするんですけど、ボーナスが低いんで結局トータル的なね経験点が伸びないっていうところでもう伸び悩んでますね。まああとはね、普通にこの強化中に、まあスタメン選手をね更新できればと思っているので、多分ね3000位くらいに入れるかなっていうところで落ち着くと思います。まあ、あとね鏡くんガチャあんまり引きたくないんだけど、まあ、どうしようかなっていうのもちょっと悩んでて、まあ、もしねここで鏡くんとかが引ければ、まあ、野手のね組み替えができるんで、それでまた点数も変わってくるかなとは思うんですけど、まあ、とりあえず一旦サクチャレはこれで終了しちゃおうかなと思ってます、というところで最後までご視聴ありがとうございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。